どうも、マサダイです。え、今日ですね、クムクムパズルのちょっと可愛いやつ紹介します。クムクムパズルミニ妖怪ウォッチ赤丸。え、というわけでえ、今回ですね、え、このクムクムパズルミニというものを紹介します。え、皆さんクムクムパズルは知ってますか？こちらがクムクムパズルなんですけど。 これ以前だいぶ前に作ったコマジローです。えー、これのちっちゃい版ということですね。はい大きさを比べてみましょう。えー、こちらがクムクムパズルでこっちがクムクムパズルミニ。大きさが違いますよね。えー、そして今回のクムクムパズル。えー、妖怪ウォッチの赤丸です、えー、妖怪ウォッチ詳しい方は分かると思いますが、えー、妖怪ウォッチをちょっとだけ知ってるという方ですね。 ちょっとと見て気づくと思いますあれジバニャンに似てないその通りっちゃその通りですでもこれはジバニャンになる前のジバニャンこれがジバニャンが生きてた時の猫なんですね、えー、名前は赤丸ですなので本名はジバニャンではありません赤丸です、えー、それでは早速中開けていきたいと思いますほほほほほうほう,ほう,ほう,ほう 思った以上にあるね意外にピースがえー中こんな感じです確かにくむくむパズルの時よりかはピースの数が少ないですなので早く作れるんじゃないかなと思いますそれでは早速このくむくむパズル赤丸ちゃん作っていきたいと思いますま時間は計りませんちゃちゃっとできちゃうので 赤丸、完成6分でできちゃったねはいというわけで6分ぐらいでできました赤丸だよーかわいいねーちっちゃくてかわいいよー赤丸ーえー、こちらがですね以前僕が作ったジバニアンのくむくむパズル赤丸です大きさだいぶ違いますね親子みたい <laughs> 同一人物なのに近づけると親子みたいですえ皆さんもぜひ「くむくむパズルミニ」「妖怪ウォッチ赤丸」買ってみてはどうでしょうか女性の方でもね簡単に作れると思うのでぜひ買って作ってみてくださいそれじゃあまた会いましょうバイバイ